動する6人が様々なことに挑戦して世の中のときめきバロメーターを上昇させていく番組です。いくぜ、トゥモトゥモトゥモロー最強説、新しい自分にハローハロー、何を言われたってどうだっていいじゃん、猛烈にもっと攻めちゃおうちゃおう、トゥモトゥモトゥモロー最強説、無限の可能性にハローハロー、やりたいこと全部チャレンジして、ときめき未来証明するわ、ハッピーニューデイ、あ、プールだ、誰もいない、したいと思います。はい、本当に終わっちゃうって悲しい、なんかね、考えると本当に、あ、雨降ってきた、やばいなんか本当に悲しくなってくる、最強ごこーしゴーゴーテムロー、一生テムロー、最強センスゴーゴーテムロー、一生テムロー、最高な一日でも最低な一日でもお疲れ様、明日はきっともっといい日になるよ。すごいですよね。そんなね、あの94年のこの豊島園の歴史に幕を下ろす最後のスペシャルサポーターでございます。そんな超特命的宣伝部さん、早速紹介したいと思います。準備はよろしいでしょうか。さあ皆さん準備の方はよろしいでしょうか。では早速ご紹介しますよ。 Yo, This is the place to be、 ここにいるゲストさんをするパーティーピープル、今日は豊島園に集まった皆さんのハートをロックアップオン。私たちが来るとですね、すごい笑顔で温かく迎
迎えてくださっていて、本当にいつもたくさん元気を私たち自身ももらっていて、そんな風に私たちもこれからのときめき宣伝部の活動でたくさんの方々に元気を与えられる存在になれたらいいなとも思いますし、しかも94年という歴史がね、豊島園さんには刻まれていますので、私たちもそのようにたくさん長く愛していただけるグループになれるように、これからも活動を頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆さん、残りのね時間、豊島園さんと過ごせる残りの時間を一緒に最高の思い出を作りましょう。今日は本当にありがとうございました。はい、今回は私たち超ときめき宣伝部がこの豊島園さんでの最後のスペシャルサポーターに就任させていただき、今こうやってこのステージに立たせていただいていること、もう本当に感謝しています。はい、私の豊島園さんでの一番の思い出は、今日1曲目に披露させていただいた青春ハートシェイカーのミュージックビデオを撮影させていただいたことです。はい、その撮影が私にとっては初めてのミュージックビデオの撮影だったので、もう本当に豊島園さんが私にとってのとっても大切な場所なんです。はい、そしてこの豊島園さんにはミュージックビデオの撮影以外にもたくさんいろんな撮影とかでさせていただきました。もうそのためにかなりも言ってたんですけど、もう本当に豊島園さんのスタッフさんはいつも温かく迎えてくださって、そして時にはなんかアトラクション乗りたいなって感じで見つめてたら乗るっていう風に優しく言っていただいて、ちゃっかり乗ってしまったことも一度や二度ではなくて何度もありました。もう本当にありがとうございました。私はもうこの豊島園さんでのスペシャルサポーターに就任させていただくことが決まってから、豊島園さんについていろいろ、それからいろいろ詳しく調べたんですけど、もう調べれば調べるほど本当に豊島園さんって最強なんだなって、最強のエピソードをたくさん知ることができて、もう本当にびっくりしました。豊島園さんは本当にこの94年間たくさんの人に愛され続けて、いろんな人の心にたくさんの思い出を刻み込んできたんだなって、本当にそんな豊島園さんのもう最後のスペシャルサポーターをやらせていただくなんて、もう本当に光栄だし、もう本当にありがたいことだなって思いました。そして私もそれと同時に私たちの心の中にも本当に深く素敵な思い出として、もう一生覚えてる思い出として深く刻み込まれました。この豊島園さんとの みんながこうやって豊島園で過ごせる時間はもう本当にあと少しかもしれないんですけど、残りの時間私たちは一生懸命もう最後まで感謝の気持ちを精一杯伝えられるように頑張るので、皆さんも残りの一期一会を大切に過ごしてください。今日は本当にありがとうございました。はい、ジュリアが出てくるのでなんかめっちゃもらえるんですけど、こっちからなんか感じて、豊島園さんの私たち超ときめき宣伝部が最後のスペシャルサポーターをやらせていただいて、あ、皆さん知ってますよね、私がジェットコースター乗れなかったこと知ってるよね。知ってますね。で、前にそのカラミンが言ってたみたいにフニュームライダーに乗ってライブここに登場した時とか、もう私だけすっごい顔してたんですよね多分。でもこの豊島園さんのスペシャルサポーターをやらせていただいて、たくさんのジェットコースターや乗り物、サイクロンとかにも乗らせていただいて、で私小さい頃家族で何回かプールとか豊島園の遊園地の方にも遊びに来たことがあったんですけど、その時にサイクロンにまだ子供の時乗れなかったらしくて、でママとパパが2人で乗ってるのを私は待っていたらしいんですけど、でももう大好きになってもサイクロン楽しいっていう風にジェットコースターを克服することができました。なんかそれはいつもこの豊島園に来るとたくさんの温かくて優しいスタッフさんが笑顔で声かけてくれて、このジェットコースターどのくらい怖いですかって聞いたら、まあ怖いけど絶対楽しいと思うよ、いってらっしゃいって笑顔で見送ってくれて、それがすごい嬉しいなと、すごい温かい場所だなと感じました。私たちもね、豊島園さんのように、まあ、94年間はすごく長いかもしれないんですけど、たくさんの方に愛されて愛してもらえるようなグループでいたいなと思います。豊島園さん本当にありがとうございました。大好きです。本当にありがとうございました。
日にね、あの埼玉スーパーアリーナから無観客生配信ライブをさせていただいた時に、としまえんの、あの営業課の小峰さんという方と、あととしまえんのキャラクターのエルカルちゃんにあのゲストで来ていただいて、あのエルカルちゃんにはね走っていただいて、トラックを埼玉スーパーアリーナのトラックを走っていただきながら小峰さんに MC をしてもらうという、もう本当にもう何から何まであの豊島園の方にはお世話になっていて、あのライブが終わった後に小峰さんが泣きながら私たちのライブをすごく良かったねって、良かったよって言ってくださってて、その小峰さんっていうか、そのマラソンが終わった後も小峰さんずっと客席で見てくださってて、ライブをで、そうやってなんか本当に豊島園さんとの絆もすごく深めることができたので、こういうあの本当に素敵な時間を過ごせたことに本当に本当に感謝しています。私たちもね、そういう風に皆さんに、たくさんの皆さんにそうやって思ってもらえるように、これからも頑張っていきたいなって改めて思いました。としまえんさん、本当にありがとうございました。はい、こうしてとしまえんさんのステージに来させていただけることが今とっても嬉しいです。私も小さい頃からとしまえんさんには遊びに来させていただいていて、小さい頃はメリーゴーランド、カルセレールドラドがとっても好きで、毎回来るたびに乗っては乗ってはたくさん乗って、もう綺麗だな、楽しいなって思いながら乗っていた素敵な素敵な思い出があります。私の中ですごい思い出なんですけど、思い出があります。そしてさらにあの私が加入させていただいた場所もこのとしまえんさんということで、本当にたくさんたくさん私と思い出を作ってくれたとしまえんさんが私は大好きです。こうしてあの亡くなってしまうのはとっても悲しいんですけど、こう最後に本当にみんなで一緒にこう最後まで感謝の気持ちを伝えることができてとっても嬉しいです。本当にとしまえんさん、としまえんさん、としまえんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫。はい、としまえんさんは日和も本当にたくさんの撮影でお世話になっていて、青春ハットシェイカーが日和トキセンのミュージックビデオで3本指に入るぐらい本当に結構お気に入り の作品でして、もうなんかとしまえんさんだからああいう表情が出て、なんかいろんなねみんなの楽しそうな表情が出たり、まあ、他の撮影とかでもとしまえんさんだからこそみんなのああいう表情を引き出してくれたんだなって、本当にもうとしまえんさんにたくさん感謝をしております。今ねこうやって周り見ると本当にたくさんの方に愛されてるんだなっていうことをすごくここで感じていまして、私たちは6年目ですね。まだまだ、いや94年には満たないですけれども、私たち超ときめき宣伝部94年まで頑張りましょうね、部長。あ、94年までやりましょう。110歳ぐらいが、はい、ときめきやりましょう、ここで、ね、ロックオン、あの94周年迎えるまで皆さんのことを、ね、ロックオンできるように頑張りますので、はい、今日はね本当に この場所で皆さんと、ね、イベントをすることができて本当に嬉しいです。姉妹さん本当にありがとうございます。これからも頑張ります、私たちも。ありがとうございました。
皆様どうもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いできればと思います。お疲れ様でした。この後、この方を行わせていただきます。めちゃくちゃペンライス綺麗だったね。まず皆様怖い髪の靴あちらです。ちょうど皆さん入られたところ、入られたところから、見ていただくような形をと思ったと思いますので、久々の開拓だったね。まだめちゃめちゃ、こちらから会場の方をお願いします。私前なんかさライブやりながらさ、すごい景色が綺麗に見えるんですよ、ステージから。なんかこれがもう終わっちゃうのかって思うとすごくね、なんか寂しい感じになったけど、ちゃんとね目に焼き付けて、焼き付けながらライブしたんで、アトラクションの光がね、どんどん暗くなるにつれてきちゃくちゃ素敵だった、ね、着替えました。じゃじゃんじゃじゃん、エルカルちゃんとパブリンのT シャツです。トシマエンさんの特典のコラボの T シャツです。カラフル、後ろもカラフル、かわいい。ここにトシマエン超ときめき青年部めっちゃくちゃかわいい。かわいい、本当にかわいい。結構人気でたくさんの方が手に取ってくださったみたいです。ゲットしてくれてたよ。ありがとう、ありがとうございます。手はいたんだけど、ここにここにいる。いた、パブリン、スーパールーパーだ。え、スーパールーパー。瞬間冷却を首に巻くと全部冷えるってよく聞いてヘアメイクさんがしてくれました。あ、凍りますね、体全体がコールド。じゃあちょっとスタッフさん、なるほど。はい、皆さんもやってみてください。この後は花火ライブです。打ち上げ花火、今年初の、私は初めてですね。しかも宣伝部員さんたちももしかしたらね、いたら一緒に見える、見れることができます。はい、楽しみですね。楽しみです。いいね、夏の8月最後の日に夏を満喫できます。最高ですね。楽しんでいきたいと思います。レッツゴー、楽しみです。さあさあ、お春、はい、お春のポニーテール、かわいい、かわいいよね。あ、お団子、お団子、お団子。あ、本当だった、本当だったとか、あのライブの時はね、埼玉スーパーリンのお団子、お団子をもらって、お春ちゃんポニーテールもらっていただきました。ここチェンジしたね。カナミはおろし、おろし、かわいい、おろしでした。はいはいはい、はい、バイバイ、バイバイ、またね。もう最後のスペシャルサポーター、はい、一緒に花火のカウントダウンをね、あのしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。もうすごく嬉しいですよ。私たちもね、すごく楽しみにしていました、はい、あ、本当ですか、はい、どんどん花火がね、こうちょっとあの明かりがこう消えてきてますね。本当だ、ね、ユーブの明かりが消えてますね。あの、なんでしょう、あのひとかさん、はい、としまえん、この閉園してしまいますけど、はい、どんな気持ちですか。いや、なんか本当に私たちずっとね、としまえんさんにお世話になっていたので、はい、すごく悲しい気持ちなんですけど、本当にとしまえんさんからこう笑顔だったり優しさだったりたくさんのものをいただいたので、うん、はい、そのいただいたものを胸に刻んで、私たちもとしまえんさんのように愛されるグループになれるように、これからも頑張りたいと思います。あの、これから辛いこととか悲しいこととか、うん、あの皆さんも同じだと思うんですけど、会った時にこう豊島園を思い出して少しでも笑ってくれれば、うん、豊島園はすごく喜ぶと思うんですよね、うん、で、あの、そんな時にね、もう豊島園はなくなってないなって実感が、うん、なんか心の中にいるなとこう実感ができて、うん、なので逆に今度は豊島園がここにいる皆さん、そして超ときめき宣伝部の皆さんのスペシャルサポーターに逆になるんじゃないかな、なんていうふうに思、ね、思いますよね。さあ、もうでもね、あと2分なんですよ。さあ、で、皆さんもね、待ち遠しいですよね、本当にね。心の準備を。はい、心の準備してください。はい。ね、
さあ本当に周りちょっと皆さん見渡してみてください。全然もうライトがなんかライブ中はねずっとあの乗り物が光っててすごく綺麗だなってこうそうですよ、ね、眺めながらライブをしてたので、ね、ピカピカでしたもんね。そうなんです。皆さんも光ってましたよ。ありがとうございます、ね、もう当たり前のことしか言えなくてすいません。ありがとうございます。さあエルちゃんカルちゃんもうね花火の準備がねほとんど整ってきてるからね、はい、一緒にカウントダウンしようね。しましょうしましょうしようね。一緒に一緒に一緒しようね。ね、さあ94年間の皆さんの思いを本当に思い出とか、ね、思いを乗せてあの空高くね打ち上がりますこの最後の豊島園の花火です。ですのでねもうなんかいろもう皆さんそれぞれいろんな思いが、ね、あると思うんですけれどもその思いをしっかりね乗せて、はい、あの上げていきたいなと思っております、はい、そうですね。あのあと1分なんですけどおこの1分が永遠のようになんか長いような、うん、でもあの花火上がったら終わっちゃうからう、ね、来てほしくないみたいなところもありますよね、うんうん、あります、わかります。じゃ あ, あの19876543321で最後の言葉はやっぱりありがとうですかね。そうですね。でいいですかねその方が、ねねはい、皆さんあの豊島園、ね、ありがとうと伝えて最後19876543321ありがとうと ね皆さんで言っていきたいと思います。言いましょう、はいはい、で今日のですね今日の、はい、あの花火なんですけどなんとエルドラドをモチーフにした花火を、はい、あげるということなんですよ。ですのでねいや涙が出ちゃいそうですけどね本当にさあ OK が出ましたので、はいね、超ときめき宣伝部の皆さんそれからエルちゃん、はい、カルちゃんそれから会場の皆様、はいね、一緒にせーので10からよろしくお願いいたします、はい、いきますよせーの10 9 8 7 6 5 4 3 2 1一日一回。
苦しくなってすごい素敵だな。最後の花火いかがでしたか？すごい素敵だな。もう本当にあの楽しいのが楽しいのが皆さんあると思うんですけど、もうすごく素敵な本当に最後の笑顔をやってくれた、くれましたよね、本当にね。上がるたびに、あとこれがどのぐらい上がったら終わっちゃうんだろうってずっと考えてたら、すごい悲しい気持ちになったんですけど、でもなんかそれと同時にありがとうっていう気持ちもたくさんあって、本当になんかこんなに素敵な温かい福島園さんと関わることができて本当に嬉しいなって改めて思いました。やっぱり最後はありがとうという言葉が似合うんじゃないかなと思いますんで、皆さんね、あの一緒にありがとうと言ってください。よろしくお願いします。としまえん94年間ありがとう。エルちゃん、カウちゃん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。いや、ほんと最後の最後の花火で、あ、としまえんさんが終わるんだっていうなんか実感みたいなのが最後に来て、なんか本当にとしまえんさんありがとうと思って、なんか一瞬もう終わるかなって思ったんです、うん、そしたら最後にビーハーっていっぱい花火がパンって上がって、だって綺麗でした。もうなんかもうおらーって出てきちゃって、ほんと急で花火でこんな感動したの初めてでしたし、なんかすごいあのエルドラドをイメージしたっていうのがすごい分かって、さらにすごく素敵に見えました。よかったね、嬉しい。夏も感じました、同時に。はい、ということで今日はね、あの豊島園さんのファイナルライブに私たちも出演させていただきました。ありがとうございました。なんかすごい最後まであのライブもさせてもらったし、うん、あの花火もねこうやって最後まで見させていただいて、一緒に泣いてたすごい。いやもうなんか今超時宣伝もいっぱいね思い出を作らせていただいた思い出のある豊島園さんだったので、まあ本当にみんなに今日も最後の日来ていて、みんなに愛されて惜しまれて閉園するんだなっていうのをなんか花火見ながら感じて、すっごいバーって溢れるものがありました。なんか本当にね、スペシャルサポーターを務めさせていただけて本当に嬉しかったです。はい、ね、本当にこんなに素敵な豊島園さんとこうやって最後の最後まで一緒に、ね、関わらせてもらえたことが本当に光栄だったし、本当にすごく嬉しかったなって思うし、うんうん、ライブも楽しかった、ね、楽しかったね、ライブも。ちょっと明るい夕方らへんから夜にかけてのね、景色がまた綺麗で、アトラクションの輝きがすごかった、ね、しっかり目に焼けました。はい、あの豊島園のスタッフさんもね、すごい毎回私たちに会うと笑顔で接してくださってね、乗り物もなんかいい、わかんないぐらい本当に申し訳ないぐらいいっぱい乗らせていただきました。本当に楽しい思い出をいっぱい作ることができて、すごく幸せな時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おしまい、ありがとう、ありがとう。94年間ね、はい、はい、帰省も頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。心を合わせたら超フルパワーでマックス叫べ元気マックス
楽しいはずでしょでしょ。いつだって未来を信じているの。期待しちゃってもいいかないいよね。いいですよ。行くぜ Tomorrow 最強説。新しい自分にハローハロー。何を言われたってどうだっていいじゃん。猛烈にもっとそれじゃもっちゃもっ